各ののプリンスが大関の座をつかみ取った。新大関昇進が決まった琴ノ若関本名鎌谷翔勝正勝正勝26は祖父が元横綱金王仙台佐渡ヶ嶽親方で元関脇琴ノ若55現佐渡ヶ嶽親方の長男として育った31日千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋で行われた昇進伝達式に臨み 大関の名に恥じぬよう感謝の気持ちを持って相撲道に精進してまいりますと力強く口上を述べた記者会見で琴ノ若関は春場所は解明せずに望むことを明らかにし琴ノ若で新大関の場所を取らせていただく一場所しっかり取ってそこから琴桜を継がせていただこうと思っていると語った祖父は現役時代頭からぶちかまして突進する取り口から猛牛 の異名を取った師匠に転身後は厳しい指導で鳴らし、稽古場の空気は張り詰めていた。琴ノ若関は幼少期から祖父の隣に陣取って、上がり座敷の最前列で稽古を見学していた。2歳の頃には土俵に下りたいと言ってきた、と父。幼稚園にも接待、っ待、を履いて通うなど、力士への憧れが徐々に強くなっていった。9歳だった2007年の夏。 いつになったら琴桜を名乗れるのと尋ねると、大関くらいにならないとやれない。孫と約束を交わしてからほどなく、祖父が66歳で急成した。大関で琴桜襲名、が、鎌谷家の悲願となった。孫は15年九州場所で初土俵を踏み、順調に番付を上げていった。だが、冬巡業から戻った昨年末、本人が大関に上がっても琴の若で行きたい。 と父の佐渡ヶに打ち明けたという父のしこ名を大関に引き上げることで親孝行を息子の思いを汲んだ父は本気で大関を狙っているんだなと感じたという祖父や父と比べられることに対しどうせ言われるんだったら気にする必要はない逆にこういう環境に置かせてもらってありがたいと精神的な強さも見せることの若関目指すは祖父の番付 鎌谷家の物語にはまだ続きがある。